車の着バスです。今私は、ブライアントパークを目指して行っております。このブライアントパークは、40丁目と42丁目の間に位置している公立学校に行きまして、まあ、考え方は分かると思うんですけども、本当にニューヨークのミッドタウンのど真ん中にある公園となっております。まあ、そこまで大きくはないんですけども、40丁目、42丁目にあるということもあってですね、イベントなどたくさん行われている公園となっております。で、裏側にはですね、ニューヨークの市立図書館もありますので、まあ、そちらを観光される、まあ、見に行きついで、もしくは、ニューヨークの観光はやはり動き回るということで、まあ、疲れる方も多いかと思いますので、休憩がてらにね、ぜひ利用してみてはいかがなのかなと思います。で、今回動画で紹介する通りですね、まあ、こちらは秋口に、撮影させていただいた映像なんですけども、私が行った時にですね、ショップがたくさん並んでいて、まあ、常にですね、カフェとかはあるんですけどね、この時はですね、スケートリンクと、カフェ、あとお店ですね、グッズショップがたくさん出ている時となっておりました。まあ、こちらをね、ぜひ今回楽しんでいただけたらなと思います。で、こちらの公園もはですね、無料の Wi-Fi も通っておりまして、まあ、本当にね、休憩するのに行ってこいという公園となっております。このブラインパークの、イベント等々はですね、ぜひ公式の URL 概要欄に貼っておきますので、そちらぜひチェックして、行かれてみてはいかがかと思います。それでは行ってみましょう。